猛烈な暑さは一向に収まらない中、 J リーグは過酷なミッドウィークの後の連戦を迎えます。明治安田生命 J1 リーグは第20節、味の素スタジアムから FC 東京ヴィッセル神戸2位と5位の上位対決をご覧いただきます。 FC 東京は森重選手がこの後表彰されますが、実は300試合 J1 での出場を達成しました。でクラブのレジェンド石川直弘さんから花束を受けます。まあ、1年 J2 でもやってますんで、それを考えると300試合、立派な数字ですね。そう思いますね、はいはい、さてではラインナップを紹介しましょう。東京は 4-4-2 です。キーパーが林です。前節鹿島戦から先発に復帰しました。室谷、チャンヒョンス、森重、太田の4バック。中盤のセンター橋本怪我で米本、高萩、サイドに大森、田辺、東ベンチスタート、富樫、ディエゴ・オリベイラの2トップです。神戸はゴールキーパーがキム・スンギュです。高橋俊樹も藤谷もいませんので、中盤のセンタープレイヤーが本職の三原、サイドバック右です。大崎、渡辺、広文、ティーラトンとの4バック。藤田、三田が中盤の下がり目、サイドにイケイケの増山とボールが持てる豪華、前線は今日はウェリントン、大月のコンビです。カーブをかけて手前を狙った。そのチャンヒョンスですね、やっぱり。そうですね、はい。まあ、ストーンのウェリントンの前ですかね、はい、米本は短い横パスです。高萩ダイレクト、点で合わせるボールだ。こぼれ球、シュートは打ちましたが、最初のコンタクトで、まあ、ゴールキーパーに倒れてます、はい、FA が鳴ってました。これはでも少し迫力が出ました。 FC 東京呼び込むディエゴ・オリベイラ、その横でワンタッチ、高萩抜けたぞ、チャンス、室谷。これで下がった大月に前に立たれましたので、中に止めたオリベイラ、室谷のシュート、こぼれ球、詰めていた富樫を避けるようなクリアにしました、キム・スンギュ。田辺が左、大森も内側に入ってきました。高木陽次郎、室谷を使うと見せて自分が預けてゴー、シュートに行く。大森のミドルシュートです。藤田です。まあでもここ結構強めにプレッシャーをかけていきます。アドバンテージを見ています。懐、あ、チャンス、渡辺が左足狙ってきた。入って早々、渡辺和真が左足でシュートを打ちました。三田です。豪華フリック、三原のクロス、渡辺和真残しておいて三田のシュートだ、うん、血を這うようなミドルシュートが来ました。三田強さを見せます。ディエゴ・オリベイラ、最後はうまく引っ掛けて、さあ古橋の前が空いた。まずはチャンヒョンスが前に立ちます。古橋パスにした、渡辺和真、ウェリントン、決定機来ました。神戸ここで富樫に変えてリンス、残念ながら2試合連発とはなりませんでした。富樫、大竹、カーブかかってます、ヘディングだ、クロスバー、森重、大川後ろから打ってきました。最後米本、高いね。いやーですね、ドリブルで運んでおいて古橋か、これで遠目から狙った、素晴らしいシュート来ました。新加入の古橋、さてディエゴ・オリベイラ、
真ん中を運ぶ。どうするか、引きつけてオリベイラ、パス来たかな、ディフェンス。先手を取りました FC 東京。今日も仕上げたリンス。2試合連発です。そしてオリベイラ、絶妙のラストパスでした。でこれでなんとか収めたところでゲーム終了の笛です。長谷川監督小さくガッツポーズ。鹿島戦に続いて東京連勝。しかも途中から出たディンスが90分の決勝ゴール。 1-0 完封で神戸を下して東京の勝ち点も40まで伸びました。